皆さんこんにちは、梅雨時に快適に暮らすコツを聞いてみましたということで、エコワークスで建てていただいたお客様で、もう最近は何度かYouTube にもご登場いただいて、ある意味住まい手のプロということで、岩本様お越しいただきました。今日もどうぞよろしくお願いします。確か家を建てられる時に空調のことをとても勉強されたというふうに聞いておりました。うちの社員よりも詳しく勉強されていらっしゃるので、今日は逆に私が教えていただきたいということで、実際に暮らされてどんな工夫をされているかお話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。毎日雨が続きますけど、どんなふうに暮らしていらっしゃいますか？はい、梅雨の時期とか夏の時期、一番頼りになるのはエアコンですね。昔はですね、夏の夜っていうのも窓を開けて、なんとか風でしのいだっていうことがあるんですけど、もうここ最近ですね、エアコンのない生活ってのは本当考えられないぐらい、もう本当に暑くなってますので、このエアコンですね、どういうふうに活用するかっていうのは非常に大事じゃないかなと思っております。エアコンの除湿の方法っていうのは2通りありまして、弱冷房除湿というものと再熱除湿というものがあります。ここでですね、その2つの違いを説明する前に空気の話をしておきたいんですけれども、空気というのは温度が高いとですね、たくさんの水蒸気を含むことができます。なのでそうなるとどうなるかというとですね、すごい蒸し暑いなというふうに感じてしまいます。これがですね、空気の温度を下げることによってどうなるかというと、今度はですね、空気が水蒸気を含める量、持てる量がですね、ガーンと下がるわけですね。そうなると、じゃあ私たちどう感じるかというと、あ、すごいサラサラしてるというふうに感じることになります。なので、空気というのはこの温度を下げることによってムシムシが取れるということなんですね。それを利用するんですけども、まず、弱冷房除湿というものはどういうものかというと、エアコンのその機械の中でですね、室内の熱い空気をまず吸い込みます。そこからですね、空気を温度を下げることによってムシムシを取るわけですね。温度を下げた空気と一緒にまた室内に出すということによって、この室内の除湿をするという方式を取ります。ただですね、この弱冷房除湿、一つ欠点があるんですね。それは何かというと、冷房である限り室内が寒くなってしまうという弱点があります。これを克服するのが再熱除湿というものなんですけど、これはどういうものかというと、先ほどのですね、温度を下げてですね、除湿をするっていうのは変わりないんですけども、下げた空気をですね、この再熱除湿というのは一旦暖房で押し上げて、そこから室内に出すという方式を取ります。ということはどうなるかというと、除湿もできるんですけれども、温度を下げすぎない、つまり寒くならない除湿ができるというものなんですね。この2つの除湿の方法があります。なるほど。どうしてそこまでお詳しくなられたんですか？私もですね、当初こういう知識全然ありませんでした。私が8年前前の賃貸でですね、買った時、その時の取扱説明書って、この前見たらですね、16ページだったんですよ。うちで 2,3 年前買ったですね、この再熱除湿がついたエアコンなんですけど、なんとですね、取扱説明書のページ数確認したら66ページありました。そんなに違うんですね。はい、ここまで違うのかっていうことで、いろんな機能があるんですけども、そこでですね、一つ私が注目したのがこの再熱除湿っていう除湿の方法なんですね。何が書いてあったかというと、寒くならないで除湿ができる、なんだろうこれというふうに思って、そこからですね、自分で使ってみて知識を得たというところになります。なるほど。キーワードは再熱除湿ということだと思うんですが、はい、全てのエアコンメーカーさんがその機能を持っているわけではないというふうに、そうですね、ことなんですかね。はい、どのメーカーさんがおすすめとか、メーカーさんも具体的に言っても、言っていいですよね。2021年6月現在の岩本さんがご認識の範囲内の情報という前提ですけれども、はいはい、大手のメーカーさんでいうと、まず日立さんですね。あと三菱さん、富士通さん、特定のメーカーさんがこの再熱除湿機能をつけられているそうで、それを上手に使われると快適にお過ごしいただけると思います。そういう再熱除湿の機能を使われるときに、高断熱高気密の家との相性みたいなものも
もあるんですか？そうですね、高断熱高気密っていう名前のごとく、やっぱり断熱もやっぱりしっかり厚いものが使われてますし、気密も高いので、そもそもまずエアコンが効きやすいという前提があります。うちもそうなんですけども、夏場冬場エアコン1台で暖房冷房してるんですけども、これがですね、除湿に関してもそうで、うちの場合はですね、全部の部屋を1台で除湿する。昔の家っていうのは各部屋に1台ずつエアコンがあるというのが、まあ、イメージできるものだったと思うんですけど、もう家全体で一つのエアコンというふうな形になってくると思います。なるほどですね、はい。梅雨時はあの洗濯物を干すのにちょっと一苦労したりしますけれども、はい、 そうですね、はい、そこもあのちょっと工夫をされてらっしゃるとお聞きしましたけれども、ね、はい、ちょっとご紹介いただいていいでしょうか。はい、うちの場合はですね、リビングに洗濯物をですね干すということではなく、脱衣所ですね、洗濯物を干して、そこに除湿機専用機ですねを置いて除湿をするっていうことをやってます。脱衣室はあのエアコンではなくて除湿専用機を置かれて、はい、じゃあそこを閉じて、 その部屋がまあ乾燥機みたいな、そういう使い方なんですね。そうですね、うん、実際使ってみられてどんな感じですか？ものすごく乾きはいいです。カラッと乾きます。お客様によっては内装材が珪藻土だったり和紙だったり、こう吸放湿性に富む素材なので、はい、まあ、それだけでも結構カラッと乾くというふうにおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、はい、山さんのお宅も実際除湿部屋みたいなものでなくても乾くのは多分乾くんですよね。乾きます、うん、ただ見た目の問題という感じですね。なるほど。で、まあ、みんなが見えるところじゃなくて、はい、脱衣室を除湿気代わりにされてらっしゃるということですね、うん、なるほど。自然素材の住まいの場合、梅雨時の暮らしの感覚的なものはどんな感じですか？再熱除湿を使って、除湿をしてて一番感じるのはこの無垢材のサラサラなんですよね、うん、夏の時期思うのは足の裏って意外と敏感なんだなっていうふうに思うわけですね。これが梅雨の時期に通常の冷房ないし、すごいジメジメしてる時の足の裏の感覚っていうのと、再熱除湿とかをやって、湿度を下げた時の足の裏の感覚、これも全然違うんですね。湿度を下げて、まあ、当然体にもですね、すごいサラサラしてるなっていうふうなことを感じるんですけども、一番なんかこうちょっといいな、幸せだなって感じるのはもう足の裏のこの無垢材のサラサラ感です。本当に気持ちいいですね。なるほどですね、うん、除湿専用機にも何か種類があるということですが、 そのこともちょっとお話しいただけますか？はいはい、除湿専用機も、まあ、大きく分けて3パターンあるんですね。まず一つはですね、デシカント方式というものと、あともう一つはコンプレッサー方式、3つ目ですね、このデシカント方式とコンプレッサー方式がミックスされたもの、この大きく分けて3種類になります。それぞれ、まあ、特徴があるんですけども、デシカント方式っていうのはいわゆるその除湿剤ですね、除湿剤を使って空気を除湿するっていう方式を取るものなんですけれども、特徴としてはどういうものがあるかというと、除湿機もですね、空気を吸ってその空気を排出します。デシカント方式っていうのは排出する空気が3度から8度ぐらい高い空気が出ます。それって夏場にですね、リビングで除湿をするときに、せっかくエアコン空気を冷やしているのに排出する空気が高い空気が出ちゃうとダメじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、まあ、もちろんそれには向いてないです。ただですね、うちのように、まあ夏場冬場、まあ、含めてですね、脱衣所を乾燥室として使ってるっていう場合はですね、その排出する空気が3度から8度高い空気が出るっていうのは逆にメリットになるわけですね。なのでうちはですね、脱衣所に使ってる、除湿専用機、これはデシカント方式のものを使ってます。ただですね、このデシカント方式、コンプレッサー方式に比べると、まあ、デメリットもあります。それは何かというとですね、ちょっと電気代が、まあ、ちょっとお高いというところなんですけども、まあ、大体私の感覚で言うと、まあ、コンプレッサー方式の、まあ、倍ぐらいかなという感じなんですけども、使用ワット数はありませんので、まあ、そんなに、まあ、1日何時間使ったぐらいではもうびっくりするような電気代の上昇にはならないというふうに思います。あともう一つはですね、コンプレッサー方式というものなんですけども、これはどういうものかというと、エアコンのですね、除湿のやり方と同じです。熱い空気を吸ってですね、それを冷やして水分を結露させて、その水分を取り除いて、で取り除いた空気を排出するっていうもので、コンプレッサー方式はデシカント方式みたいに排出する空気がそんなに高くなりませんので、夏場リビングでクーラーをかけながら除湿したいっていう場合は、このコンプレッサー方式の方が適してますね。
で、あと電気代の方も電子乾燥方式に比べると安いというふうになっております。深いですね。なるほど。ドラム式で乾燥まで一気にしてしまうものもありますけれども、 どっちがメリットデメリットあるんでしょうか。これは単純にですね、うちがですねもともとドラム式じゃないっていうのがあるんですけど、単純に計算して使用電力量、除湿機の方がもう極端に低いんですね、はい、でもう急速に乾かしたい、急速に乾かしたいっていう場合はドラム式のですね乾燥機の方がいいと思います。ただもう昼間誰もいなくてですね、その間に乾いてくれればいいというのであれば除湿機専用機ですね、脱衣所を除湿室というふうにして使うというのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、洗濯物乾かすにもいろんな方法があると思いますけれども、お客様の方でもぜひ研究してみていただければと思います、うん。今日はもう湿度をテーマにいろいろお話を聞いておりますけれども、相対湿度と絶対湿度と2つあるのをご存知でしょうか。相対湿度というのは皆さん方が日常湿度計とかで目にされる 50% とか 60% とかいうことなんですけれども、実際のジメジメ感というのは絶対湿度がとても影響がありまして、空気が1メートル1メートル1メートルですね、そこに水が何グラム含まれるかということになるんですね。ちなみに兵庫県の松尾設計室の松尾先生は梅雨時に 16g パーリューベ以下にしましょうと、それを超えると湿度計が必要ですよというコメントされてるんですけれども、山本さんのお住まいヘムスを分析して実測してみたところですね、だいたい 15g パーリューベぐらいなので、まあ、理想の範囲内のグラフになってますんです。ちなみに今この部屋は 13g パーリューベぐらいなんです。この絶対湿度が16以下というのが一つの目安になりますので、まあ、そのことも知ってていただきたいなと思います。時々こう温度が高くても湿度が低ければサラッとしてジメジメ感がないというふうに言われますけれども、まあ、それは絶対湿度がとても低いということでもあるんですけれども、まあ、いずれにしても空気中から水蒸気を取り除いてあげて、サラッと快適に梅雨時もお暮らしいただければと思っています。今日は梅雨時の快適な暮らし方についてお話を聞いてまいりましたけれども、高断熱高気密の家はこの除湿もエアコン1台で快適にできるということで、このジメジメとした梅雨も快適に乗り切っていただきたいと思います。岩本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。